月刊うみっこ始まりますよ。イエーイ、イエーイ。ということで吉田さん、はい、今回の衣装はなんとね、まあ、きらびやかでセクシーですね。あ、本当ですか。もうね、はい、今回も海ドラマくんいつでも口説けるようにきらびやかにしてきました。なるほど、今回こそね口説きたいですね。はい、と言いたいところなんですけど、残念ながら今回は口説きはなしです。え、そうなんですか。はい、なしです。はい、ですけれども前回の吉田さんのね、はい、口説きっぷり素晴らしかったのでダイジェストでご覧いただきましょう。見ないでー。ねえ、新しく入った海ドラムくん、いっぱい出してほしいな。ねえ、さっき勝負に勝ちたいんだよね。ねえ、こんなに綺麗になっていつもの海くんじゃないみたい。ねえ、いっぱい出してくれるでしょ。今日はたくさん出してね。いやー、めちゃくちゃ口説いてましたね。口説きましたね。ね、いやー、もうそれにしてもなるみーさん、今回の衣装は何ですか。はい、これもう見ての通り女教師です。女教師、そうです、ライターとしてのね威厳を保つためにこのような女教師の格好をしてまいりました。なるほど。今回の企画もですね、海物語ユーザーの方のご投稿から採用させていただきました。発表します。海物語のジュゴンが大好きなので、ジュゴンでの大当たりがたくさん見たいとの内容です。どうもありがとうございます。ありがとうございます。今回のそのドラム海物語なんですけど、うん、ジュゴンでの大当たり、つまり七図柄大当たりを引くと15ラウンドになるということで採用させていただきました。お、はい、ということで2番勝負の2番目の対決、早速いきたいと思います。はい、題してジュゴンを何回揃えられるか、ドラム海物語大当たり回数対決。イエーイ。それでは早速今回もいきましょう。はい、いきますか。レッツゴー。今回はこちら CR ドラム海物語の99バージョンで実践対決でございます。こちらの99バージョンでは七図柄のジュゴンでの大当たりをした時のみ15ラウンドが獲得できます。なるほど。はい、ということでですね、今回の実践対決のルールなんですけれども、1時間以内に何回ジュゴンで大当たりをさせることができるかというルールにさせていただきます。ということで早速始めたいと思います。実践対決スタート。今回そのジュゴンでの大当たりということで七図柄揃えなきゃいけないんですけど、電柱と手相共通で割合がなんと 8% しかないので。 8%？ そう、ちょっとねそこが引けるかどうかなんですけど、とりあえずまずは大当たりしなきゃ何も始まらないので、はい、サクサクっと当てていきましょう。うん、99分の1なんで初当たりもすぐ取れるかと思いますので、何やら動きが、あ、1になりました。スーパー行きましたね。これでイルミ魚群が出れば大チャンスボタン押してみてください。あわでもどうですかね、昨日。頑張れ。エビ。もう一回続けばさらにチャンスですが、どうだろう。あ、でも海物語ロゴも全部点灯したので、この変動でリーチが、あ、かかりましたね。リーチかかりました。イルミ魚群なんと大チャンス。見れた。
チャンス名予告が2回続き、ダブルビーチからイルミ魚群が出現。嬉しい、見れた。しかし、残念。続けて吉田の台にサイクロンボタンリーチが発生。おい、これ大チャンスのリーチじゃないですか。これ何、回すの。あ、しかも赤までいった。どうだ。残念。ダメ、惜しい。基本的に色は緑だったり赤が出たときは注目して見てみてください。あ、ありがとうございます。ラルミ、スペシャル魚群タイムに突入。お、スペシャル魚群タイム。これを8個貯めるとスペシャル魚群タイムに入ることがあるんですけど、これでスペシャル魚群が出ればもちろんお当たり濃厚でございます。スーパー行った。この後のボタンプッシュでスペシャル魚群が出ればどうですか。あー、わっかー。スペシャル魚群タイム中にリーチがかかるもスペシャル魚群は出現せず。あー、残念ながらスペシャル魚群発生せず。ここでナルミンの台にナナズガラ煽り予告が発生。ナナズガラでリーチに。お、ナナズガラでリーチだった。ナナズガラでのリーチは大チャンスなので、これはめちゃくちゃ期待が持てますよ。お願い、魚群お願い。あ、合わないの。いや、でも当たるよね。当たってくれ。泡で終わりかと思いきや、ここでイルミ魚群が出現。あー、出ました、イルミ魚群。そして大チャンスのスーパー渦潮リーチが発生。ここで吉田の台、枠外にナナズガラが揃う。押して、押す。え、なに、いきなり、なんか当たった。やったー、ズゴンに会えたぞ。私もボタンプッシュでナナズガラジュゴンでの大当たりをゲット。やったー、これで追いつきましたよ。やったー。さあ吉田さん、ここから8回転、はい、高確率状態になるので、はい、ここでいっぱい大当たりを引いてください。頑張ります。吉田さんも ST は抜けちゃったようですけども、ナナズガラでの大当たりだったので、電サポが全部で100回つくことになりまして、 ST 抜けた後は時間が92回転もつきます。はい、ナルミ、ここで92回転の時短を消化。あー、時短抜けちゃった。残念ながら引き戻しはできませんでしたけど、またナナズガラでの当たりを目指して頑張ります。なんかカウントダウンゾーンって今言ったけど、ナルミンの台はカウントダウンゾーンに突入。
からイルミ魚群が発生。大チャンス到来。いいですね、やっぱイルミ魚群来ると気持ちいいね。ねえ、綺麗だし。ねえ。ほい。あらら、もう一段階。残念。外しちゃった。ナルミンの台から海物語楽曲のイントロが流れ、リーチ。お、イントロから初めてリーチがかかった。またもやイルミ魚群が発生し、スーパー渦潮リーチへ。どうかな。あー、揃いました。大当たり。大当たりゲット、おめでとうございます。やばい、電車も抜けちゃう。吉田も負けじとイルミ魚群を呼び込む。大チャンス、頑張れ。渚リーチで残念。うわ、こういうこともある。ナルミンの台はダブルリーチから泡が発生。大波リーチから大当たりゲット。お、当たった。わあ、魚群でなかったのに泡で当たりました。吉田、ダブルリーチで泡が発生して。お、どうかな。大波リーチで大当たりゲット。当たりました。吉田さんも泡で当たった。やった。お互い引きが強いんだか弱いんだか分かんないですね。そうですね。泡で当てることができたけども、ST や時短中には大当たり引けず。実戦終了かと思われたその時、ナルミンの台に7図柄と8図柄のダブルリーチが発生。7と8のダブル。ちょっとこれで7図柄で当てたいところなんですけど、どうだろう。イルミ魚群が発生。7図柄を渡りの大チャンスが来たんじゃないですか。まさか7で、7でお願い。止まれ。あー、来たー。入りました。7図柄呪言大当たりをゲット。会いたかったよ。いいなー、すごい。トラッキーいただきました。実戦終了。結果発表。おいえい、イエーイ。さあさあ、実戦の方が終わりましたけれども、はい、早速結果の方発表していきたいと思います、はい、呪言での大当たり回数、吉田さんは1回、はい、そしてナルミン
2回、うん、ということで今回の対決は私なるみんが勝利しました。2番勝負ということで、はい、今回のポイント、そして前回のポイントを付け足して1万1ポイントゲットさせていただきました、はいはい、吉田さんはね、残念ながらゼロなんですけれども、はい、まあそういうことで総合優勝が私、なるみんです。ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっとね、やっぱあの 8% がいかに引けるかという大事な、うん、対決だったんですけど、最初ね、2人ともお互い1回ずつ引いて、うん、その後引けるかなってちょっと不安だったんですけど、うん、引くことができて本当に嬉しかったです。もういつ何が起きるかわからないパチンコなので、最後までドキドキできて本当にジュゴンに会えて幸せでした。ありがとうございます。2回にわたって吉田さんにはドラム海物語を実践していただきましたけれども、うん、はい、実際打ってみてどうでした？いや、もう楽しくて、こう、あ、ちょっとシンプルなのかなと思ったらシンプルすぎなくて、あのね、本当にね、イルミ魚群がね、すごい綺麗で、こう隣で当たってても、あ、綺麗と思ってついついね、のぞけ込んじゃいそうになりましたし、あとはね、まあ、負けちゃったんですけども、他のあたりが見れたのですごい楽しかったです。そうですね、うん、2人合わせていっぱい大当たりは引くことできましたから ね。ということで月刊海っ子はまだまだ続きますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。さあ、2人とも大当たりはいっぱい引けて、とても楽しい時間を過ごしましたけれども、はい、あれを忘れてないですよね。楽しかった ね、 ね、楽しかったんですけども、うんうん、忘れてませんよね。何のことでしょうか。忘れてはいけません。罰ゲームが用意されてますから。うわー、はい、どんなことをやらされるのかすごく楽しみなんですけれども、はい、まあそんな吉田さんの罰ゲームの模様は次週公開されるので、皆さん楽しみにしていてください。うわー。次回記事企画では吉田咲のセクシー罰ゲームの模様をお届け。次回こうご期待。現在月刊海っ子ではアイドルにしてほしいあんなことやこんなことを大募集中です。採用された方には DMM ポイントを3000円分もプレゼントしちゃいます。すごい。応募はこちらまでよろしくお願いいたします。